この段ボールは何なの？これで送ってくれるグッズ。ああ、そうなんだ。これだけでもテンション上がる。ねえ、すごい。佐川急便が来るともうすごい。こんにちは、柴戸です。今回はですね、幼馴染のお家に来ております。山本浩介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりでございますね、まあ、オープニングでね、見てもらったんですけれども、固定だらけ、部屋が大好きですね。ヘルメットがここにあるんですけれども、浩介のね、職業がちょっとね、珍しいお職業で、ね、そうですね、ボートレーサーです。まあ、今日昔で言う競艇選手。競艇選手です。あ、今ボートレーサー。そう、幼なじみでもう3歳の時からね、ずっと一緒に遊んだりしてたんですけれども、まあ、中学はね、長崎海星という海星の長崎海星の方に行って、私立の中学に、そこの中学はね、ジュリマリン拓也さんがね、そうなんですよね、兄貴が同級生、うちの兄が、ね、まあ、そこの6つ上の兄がいて、で寮に入ってたんですけど、浅沼先輩っていうんですけど、そうそう、まあ、言っていいのか言って、ね、多分実家京都だったと思う、ね、そうね、京都、で、うちに泊まりに来て、すごい厳しかったって拓也さんも言ってたけど、やっぱね、ギターはダメだったんでしょうね、まあ、ギターを始めた頃の話をね、させていただきたいなと、はい、もう高1ぐらい、高助がやりましょう。じゃないかな、多分ね、中3はまだね。家行って、夏休みにはなんか一緒にやってた気がするから、布袋さんのライブ行ったもんね。行ったね、大ちゃんともう ね、2人で。ここにね、まさかのチケットが、大事に取ってました。ありまして。すごい、94年8月27、もうまさに夏休みの終わり頃のシリアスツアー、ね、楽曲何だったかな、シリアスはもう、サレンダーとか、まあ、シリアス、そうだね、ちょっとポップな時だよね、コンサートに行った94年から、まあ、あれから26年、はい、もう27年、27年、年目になるね、今、ファンクラブ入ってる。入ってる。あ、そう、ロンドンに行ったって言ってたもんね、ロンドンはね、2018年の10月、これサインがね、入ってるんですよ、布袋さんの。これロンドンでもらってきたんでしょ。ロンドンの、HIS の企画でツアーで日本人が5、60人行って。おー、そうなんだ。で、その中いくらぐらいするの。ね、妻と2人で70万ちょっと、4泊5日か、4泊6日か、ライブ付きで、ホテル付き、飛行機ついて、で、なんかあの他に、あと、その特典っていうのが HIS の企画での人だけの特典は、ライブが終わった翌日に、ロンドンにあるハードロックカフェの1号店っていうのがあって、布袋さんがグリーターのみって言って、会って挨拶しますっていう特典が、ライブの翌日にお昼、ライブはあっちの人たちも来て、自分らもで、僕らの席っていうのはもうすごいいいところ、なんか僕らはもう、まあ、一番前でわーってしたいけど、それは上のなんかもう関係者席的な感じの、もう向こうでは多分そういう風な扱いになる。そしたら僕の斜め前に今井美樹さんと、おお、すごいね、と娘さんがもうすごい綺麗な、だからツアーじゃない方がまあ安くはいけるし、席ももう前に行けるってい う、もうまあ現地ついてる、まあ一発目にスリミアですよね。すごいね、ピンポイントで来た。どんどんついて、竹尾菊池なんだけど G 柄なんだ。 G 柄のこれ買ったばっかりやったんですよ、その2018年、で一番最初に下ろし、どこで下ろそうかって、やっぱロンドンで下ろそうって思って後ろにかけて、でロンドンで、まあチャイナタウンがあったんで、チャイナタウンでこうブラブラしてたら、なんか
背中にギュンとかなんか落としたんで、うわーって叫んだら、うわーって叫んだら、そしたら、まあ、妻がなんかどうしたのとか言って、何大きな声出してみたいな、いやなんかゾクってしたみたいな感じで立ってみたら、もうチャックがこれがギュンってこっからギュンって、その音でバーンって怖いね、なんかね。けどこれがまだ新品やったから、硬かったからもうこんな音するから、あっちもびっくりしてるけど、もう一瞬で全部開いてて、もうここに上手なんだよね、やっぱ上手だよね。けど、まあ、切られなくてよかったけどね。切られたって分からんね。サインはライブの時とかにもらって、うんうん、いや、そうじゃなくて、そのハードロックカフェの挨拶があるっていう時に、うん、僕がこうヘルメットを持ってたら、何人かの今まで布袋さんのツアーに行かれた方から、何持ってきたんですかみたいな感じで言われて、常連さんがね、うん、だから僕は初めてあのユーロツアー行ったから、スーツケースこれ入れてもらったら、ね、これ何するんですかって言ったら、いやこれね、ちょっとこうやってサインを書いてもらおうっていうすごいよ、ね、仕込んでいったんですけど、だ周りの人たちはもう、いやそんなの無理無理って、もうモデさんもうほんと5分も話されて去って帰るだけだから、普段はそうなんだ、来て、うん、ちょっと話して で、あとはもうみんなでご飯食べていく、一緒に食べるわけじゃないです、もうみんなそういうふうに言うんで、僕はただもう可能性あればっていう感じで、会えればもしかしたらっていう可能性、うん、今ほんと 1% もないっていうような可能性、うん、これが入ってる分お土産買えなくなるもんで、まあね、そこは、ね、と覚悟の上で、うん、こっち優先で、お土産より可能性もね、日本からこれ持ってって、うん、それで何急に HIS の、うん、主催者の方が、布袋さんは昨日までのユーロツアーすごい大成功を収めたということで、写真、お一人様一枚写真とサインを一点渡しますので、まあ書きますので、何かそのサイン書けるような黒のマジックで書きますので、黒以外のものを出してくださいって言われた瞬間、僕にみんな周りの人がすごい持ってきてたっていう感じで、みんながそれ、ね、ないんだもんね、それね、布袋さんにもう目の前にしてすごいオーラだったんで、あ、何あの会場に来てくれて、はい、布袋さんがこう座ってるところに並ぶみたいな、でも、うん、サイン会みたいな感じだね。そうそうそう、じゃあね、うん、ボートの選手で登録番号っていうので、はいはい、僕が4004っていう番号なんですけど、うんうん、で4004って書いていただけますかって布袋さんに、布袋さん書いてる時に4002って、もう、ね、自然とあって、もう00が続いた瞬間、おうおうみたいな、ボーイの言って、はい、これね、もう何も言えない、もう本当いけなかったなって、ね、なんかちょっと喋ったの、いや何なのこれとか、いや何もこっちはもうオーラと本当緊張して、好きな人のやっぱ目の前にして声が出ない、うん、そしたら妻が横から彼ボートレーサーなんですって言ってくれて、うんうん、あ、そうなのって、うん、怪我しないように頑張ってみたいに言ってくれて、もうすげえじゃん、いやもう本当それもう、まあ、妻はその時に帰ってもらったので、あ、そうか、一緒に行ってるから、そうかそうか、まあ、布袋さんがいつも多分幸せの和はこうひらがなで和は入れる、まあこれ2個もらったところね、これね、うん、波さん分と、そうこれまあ、ね、僕妻とまあね、再婚したんですけど、これ新婚旅行で行ったんで、もうこれをどんどん新婚旅行にしようっていう格好で出て行って、うん、ね、ファン同士の交流っていうか、そういうので、うん、なんかすごいみんな打ち解け合って、うん、で僕も LINE 交換とか、ファンの行く人たちだから熱量はすごいだろうね、すごい本当で、僕あのまあ、東京の方、北海道の方、兵庫の方、山口の方、宮崎の方とか、いろんな人が僕連絡と取り合って固定マニア同士で、そう、未だにやっぱね、こう神戸の社長さんとかも付き合いあるし、ライブ行ってやったらね、食事行ったりとかして、直近で布袋さんの動き的にはなんか40周年で、ね、うん、展示会やってたんだけど、あれは大阪行ってやったんだよね、大阪、うん、心斎橋の方に僕3時間ぐらいいたんで
ましたけど、そんな入れるぐらい、いや入れない普通は入れない、多分1時間か30分あったらそれはもうずっと眺めて眺めて、まあ、未だにねこうして布袋さんを追いかけ続けているっていうところがね、はい、すごいんだけど、モチベーションは何、やっぱレースでのストレス解消とか、うん、そういうのはやっぱりストレス、うん、もうなんかこう気持ちを高ぶらせてくれるっていう、もうメッセージ的な、大体布袋さんの歌詞ってそういう風にやっぱ熱い、うん、自分が自分を信じろ、変われ、うん、夢を見ろって、そういうチェンジ、チェンジだからね、もう今チェンジヨーセルフが今一番のそうなんだ、うん、ロシアンルーレットとかやっぱもう一か八かの勝負、あ、そうね、あ、確かにそうだね、そういう歌詞がもう僕の職業っていうかすごい、ね、はいはい、うん、ロシアンルーレットなんて、そうだよね、賭けの、ね、まあ一か八かもし生きるか死ぬか、まあ、そこまでではないにしろ、うん、まあそういう戦う人を応援してくれるっていう、確かにね、歌詞を自分で、書いてんだ、奮い立たせるための歌詞を書いてあるんだ、はい、本当だ、チェンジはね、ノーバディパーフェクトも曲調はあんな感じだけど、ゆっくりだけどもう熱いんだね、もう完璧じゃなくてもいいって、盛り上がるバージョン、その乗れるっていうやつも大事だけど、うん、もう歌詞でもうジーンってくるやつも、幼馴染みたいだというような感じになりました、はい、ありがとうございました。いや、こちらこそ。ちょっとね、もう一個ぐらい動画撮りたいなと思って、グッズがねすごい豊富にあるので、グッズを撮らせていただいて、ヒムロックのやつとかもあるもんね。そうね、ヒムロックもありますね。ちょっとその辺でもう一本動画を撮りたいなと思います。はい、固定ファン必見でございます。どうもありがとうございました。